中国で毎年開催されているハッキングコンテストで新機種 iPhone 13 Pro がハッキングされました。ハッカーチームは生放送のステージ上でハッキングを披露しました。彼らはわずか1秒で iPhone 13のデータにリモートアクセスしました。中国のハッカーたちは最新のソフトウェアを搭載した新機種 iPhone 13 Pro をハッキングしてしまいました。ハッカーたちは iPhone のウェブブラウザー、Safari のセキュリティ上の脆弱性を利用したのです。ハッカーのリンクをワンクリックするだけで、ユーザーの iPhone システムにリモートアクセスすることができます。このハッキングにより、ハッカーは写真やメッセージなどのユーザー情報にアクセスできるほか、ユーザーデータを遠隔操作で削除することもできるといいます。 このハッカーたちは中国で毎年開催されている公開ハッキング協議会のステージ上でこのトリックを披露しました。彼らはわずか1秒でスマホをハッキングできたことで1等の賞金30万ドル、約3400万円を獲得しました。四川省成都市で毎年行われるこの協議会は天風杯と呼ばれています。このイベント自体は合法的なもので、 協議会で公開されたセキュリティ上の脆弱性の詳細は Apple 社に伝えられ Apple 社が脆弱性を修正するためのアップデートをリリースできるようになるといいます。しかしこのハッキングイベントは中国で企画開催されたものなので中共がセキュリティ上の脆弱性に関する情報を入手する可能性もあります中共当局から脆弱性の詳細を求められた場合 主催者側がそれを拒否できるかどうかは不明です。実際、ハッキング協議会で公開されたセキュリティ上の脆弱性が、協議以外で悪用されたという報告が過去にありました。2019年、Google はハッキングキャンペーンに関する分析結果を発表し、大規模に iPhone を対象としたセキュリティ上の脆弱性を明らかにしました。このセキュリティ上の脆弱性は、 中国のハッキング協議会で発表されたものと同じでした。マサチューセッツ工科大学の記事によると、狙われたのはウイグル族だったといいます。この記事によると、中国でハッキング協議会が催されるようになったのは、サイバーセキュリティ研究者が海外のハッキング協議会に参加することを、中共政権が禁止した直後のことだといいます。n d d ジャパンがお伝えしました。